Hey, what's up, my kohai? This is Go Senpai TV, Tokyo Gaijin Ride. Today's guest is my friend, and his manga artist, my Blackanese friend, Rune Hoshino is today's guest. All right. In Japanese, I say Hoshino Rune. Rune. Yeah, I call him Rune. And Rune and Go Senpai have been best friends for like 10 years. And today I'm gonna interview him and... Oh! Here we go. Hey, Rune, come on! Hey, what's up, brother? Hi! Hey! Hey, お疲れ様です! お疲れ様です。さあ、東京外人ライブ、Let's start。今日のゲストは、はい、星野ルネ先生です。ああ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は全部日本語でいきます。あ、日本語いいね。We're gonna speak Japanese, cause okay. Our native tongue is Japanese. Our first language is Japanese. ごめんなさい、星野、軽く自己紹介してもらっていいですか？自己紹介そうもうだから、うん、友達だからさ、うん、なんかあえてね俺から聞くのもなんか変じゃん。まあね、カメルーン生まれで、日本育ちですね、うん、そうですよね。で、うちのお母さんが、はい、日本の、男性と、はい、まあ、再婚をして、はい、4歳ぐらいで、うん、家族で、まあ、日本に移住して、うん、でそれ以来、日本でほとんど育ってて、うん、で今は、東京で暮らしながら、うん、漫画家の仕事とかタレントの仕事をね、そうやってますね。そう、ナショナリティはカメルーン人だもんね、うん、そうね、ナショナリティカメルーンで日本の、まあ、永住権っていうか、ね、そうだから、まあ、システム上はカメルーン人、アフリカ人、そうね、システム上はアフリカ人、まあ、俺らそんなこだわりはないんですけども、まあ、普段意識せんからね、うんうん、まあだからそのシステム上で言えば多分日本で一番有名なカメルーン人、いやアフリカ人漫画家と言ってもいいんじゃないでしょうか。まあそこまで絞ってくれればね一番有名なカメルーン人つったら江藤とかね、やっぱエンボマには譲ることになるんかなっていうふうに思うんやけど漫画家って、うん、縛ればアフリカ人漫画家まで、ね、検索ワード絞っていただければヒット数はだいぶ限られてくるかなっていうふうに思うね。最初その4歳の時に日本に来たんだったっけ、うんうん、はいはいはい。で日本語は全く喋れなかったでしょその時。そうね、最初は喋れなかった。どうやってコミュニケーション取ったの？なんか、わかんないじゃん。それ覚えてない？覚えてはないですけど、なんかまあ、言は通じんでも、まあ、子供って遊べるでしょ。ああ、まあね。4歳、5歳なんで、うんうんうん。お庭にさ、保育園の庭に、はいはい、いろんな遊具があったり、うんうんうん、砂場とかブランコとかさ、うんうんうん、滑り台とかあってさ、はいはいはい、そんなんで遊んだりとかさ。はいはいはい、あと、授業っていうかさ、はいはいはい、時間にお絵描きとかの時間があって、うん、でそういうお絵描きの時間に、まあ、絵を描いてて、うん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 、結構、まあ、自分の絵を結構こう周りの子が気に入ってくれた。おお、まあルネは兄弟が6人ぐらいおるんだったっけ、うん、6人で長男じゃん。そう、でも結構その特殊な環境というか複雑な環境じゃん家庭も。そうね、俺だけは血がつながって父親は違う父親がね、うん、まあ、グレたりはしなかったんだね。うん、がっつりはグレてないけど、うん、荒んだ時期はあったね、あったね。どんな感じだったの？バン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 。そこまではいかない。それはかなりおもろいんじゃない？アフリカ人初の暴走族特攻服着て。ああ、確かに。まあなんていうの、学校の授業つけたりとか、うん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 、でもそんな不良やったっていうのはあんまないな。ちょっとその取っ組み合いの喧嘩を小学校6年生とか中学校1年生ぐらいまではちょっとしてたけど、うんうん、それ以降は別にそんな大した喧嘩もせえへんし。僕とルネは10年前に会ったじゃん、うんうん、10年前に会ってその時は普通に
まあ友達で遊んでて飲みに行ったりしてたんだけど、まあ急に 2,3 年前から漫画の仕事がね増えたんだよね。そうね、漫画になったんだよね。そう、2018年にね、最初の本がね、出版させていただいたっていう感じだね。それはなんでそういう本を出版することになったの、急に。まあブログかなんかやろっかな。はいはいはい、でブログって言ってもね、あんまりこう日記書くの好きじゃないから、うんうん、文章だけっていうのもな、自分っぽくないな、うんうん、でまあ漫画書くの好きやから、うんうんうん、まあツイッターでなんか漫画の形で自分のなんか伝えたいメッセージを伝えようみたいな感じで、漫画を書き始めたんですよね。想像を超えた反応が来ました 今じゃあもうツイッターもフォロワー5万人ですよ。そうね、ツイッターフォロワーね、5万人って大したもんよ。そうね、5万人も、ね、最初の始めた時は2018年の最初の頃は300人ぐらいだったからね、うん、その漫画の内容としてはどういう内容を書いてんの？その漫画の内容としては、まあ自分のことはアフリカ系日本人って、まあ、自分はいつも言ってるんだけど、はい、そのアフリカで生まれて日本で育った、まあ、少年が、うんうんうん、まあ、日本で、まあ、育つ中で、体験したこととしたこと、まあ、驚いたこととか、まあ、面白かったこととか、まあ、嫌だったこととか、まあ、いろんなことを、はい、まあ、漫画にして1ページでこう表現してるっていう。マイノリティとマジョリティが同じ空間にいることでどんなことが起こるのかなっていうことを自分の体験を使って説明してる、まあ、こんなこと起きるよねみたいな、それ使ってなんかこれどう考えようとかさ、なるほどなるほど、これおもろいよねとかさ、はいはいはい、英語って結構こういろんな世界の人が普通に使う言葉だから、うん、なんかどういう見た目の人が英語喋っててもそこまでなんていうの、違和感とかギャップはないんですけど、やっぱり日本語って日本に住んでる日本人しかほぼ使ってない言語だから、やっぱまあ僕とか星野ルネの見た目で日本語を喋るっていうこと自体がちょっとさ、なんかまだこう何前なんていうの、ちょっと日本の中では珍しいんだよね。まあそれまだ驚かれる人多いね、うん、日本語上手ですか問題、うんうん、それに対してはどう思う、なんかこれはね、だからさ、俺と同じような、うん、あの立場の子とかは、うん、まあかなりも面倒くさいと思ってる子とか、うんざりしてる子とかもおるし、まあ、嫌がってる人も結構おる、うんうんうん、もう日本で生まれて育ってんのに、うん、日本語うまいって言われたり、それをしかも笑う人もおるやん、あ面白いみたいな、まあね、うん、いやおもろい、本人かしらおもろないやん、当たり前に自分の言葉やからさ、うんうんうん、でも外国人風の見た目の人が日本語を喋ってるのは、うん、お笑いって思ってる人がおるやん、笑っていいと思ってる俺それ昔は嫌だったね、うん、それはやっぱ思春期の時、同じ日本人でも、うん、めっちゃ進んでる人はいや笑うの失礼やんっていうのを感覚的に分かってる人もおれば、うん、それを笑いにしていいって思ってる人、うんうん、うわ自分日本語うまいおもろっていう感じにしていいと思ってる人までおるっていう戦国時代、うん、いろんな人がおる、いろんな人がね、いろんな価値観があるからね、うん、日本語がうまい芸人ぐらいっていうのを笑うっていう、うん、が多分テレビとかで多分芸人さんとかがやってるのを見て多分笑いのコンテキストだと思った人が多いんやと思う。うん、でもあれはほんまに特殊なバラエティの特殊な時代に特殊な状況で生まれたコンテキストであって、ほとんどの場合には失礼やからっていうのを伝える人もおらへん感じだからさ。ルネはもうそれに対してなんかこうイラッとしたりしない。いや俺別に俺はイラッとはせん、別にイラッともせんし俺は傷つきもせえへんけど、俺はもう自分の目線でもう考えてないから、うんうんうん、昔は自分の主観で考えて嫌か嫌じゃないかって話だったけど、今は自分は自分よりも若い世代の子たちの代弁者として表現することもあるし、現場に行くこともあるから、ね、うん、あここで笑う人こんなおるんやは、じゃあちょっとあれやな、これについて悩む子たちいっぱい出てきそうやなと思って、うんうんうん、これどうやって減らしていこうっていう風な発想、どんどん自然になっていってほしい、別に驚かれんようになっていって、うんうん、自然になっていってほしいと思ってるんです、うんうん、でも今すぐには無理やろうなと思うよね、やっぱり、ね、っていうのも俺はこの講演のお仕事とかもするからね、スピーチの仕事とか、うんうん、でクライアントさんとか
会って何かクライアントさんおるんやけど、うん、こういう表現をしてる僕を、うん、スピーチに読んで、うんね、読んでこうお話ししてくださいって言ってるクライアントさんでも日本語上手ですねって笑う人がおるからあ、コロナかかるなってコロナかかるなって、うん、小学校とか中学校とか高校とかでお話とかするけど、うんうんうん、その子たちに伝えるそういうこと、はい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 、みんなうっかり笑ってまう人とかもおるけど考えてってみんな日本語当たり前に喋ってるやんか、うん、普通に喋ってるやんかそれ急に笑われてお前日本語喋ってるって笑われて、うん、どう自分的にどう、うん、乗れるおもろいっていうのと同じ感覚なんよみたいな、うん、っていうのを伝えてもうこれが自然に受け止められるようになっていったらいいと俺思うよね、うん、みたいな、うん、なるほどね。なかなかねこのビデオだけじゃ収まらないんでもし気になった方は星野ルネのツイッターをチェックしてください。お願いします。 OK Alright Go 先輩チャンネルまた見てください。お疲れ様です。Said she's never coming back to you. What you gonna do? What you gonna do? Don't, 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 don't act a fool. もったいない Ninja Master. おちんちん feel so lonely. 変態を信じました. You are 何しに六本木. お父さん、お母さん、最強ヤクザナイト. すみません。Go, senpai! Go fuck yourself! Go, senpai! Go! Go!